フレデリク・セペダクルスは、キューバ共和国、サンクティスピリトゥス州サンクティスピリトゥス出身の野球選手、ウトー・リョーダ。キューバ国内リーグセリエ、ナショナルデベースボルノがジョスサンクティスピリトゥスに所属。1991年、11歳の時に日本で行われた世界少年野球大会に参加。ハンク・アーロン、大定春と記念写真を撮っている。何が何だかよくわからず。 写真を撮ったものの、キューバに戻ってから写真を見せた、家族、友人に羨ましがられ、価値を知り、少年時代の大切な宝物となり、大人になってもずっと撮っておいているという。キューバ代表であるが、キューバ代表に大イマニュエル・ハハルド、国立体育大学卒業ではなく、ホセ・マルティ大学体育学部を卒業している。1997年から、 キューバ国内リーグのガジョス・デ・サンクティ・スピリトスに所属している。2002年に第15回アイブフ・インターコンチネンタルカップのキューバ代表に選出された。この大会でキューバは優勝した。2004年8月にアテネオリンピックにおける野球競技のキューバ代表に選出された。この大会では優勝資金メダルを獲得した。2006年3月に この年から開催されることとなったワールドベースボールクラシックのキューバ代表に選出された。この大会では打率385日本塁打8打点を記録した。2008年8月に2008年北京オリンピックの野球競技のキューバ代表に選出されに大会連続2度目の選出となった。この大会では銀メダルを獲得した。 2009年3月に第2回 WBC のキューバ代表に選出されに大会連続2度目の選出となった。この大会では打率5割3本塁打10打点でいずれもチームトップ。首位打者ベストナインに選出された。同年には彼の活躍を祝って政府がサンクティスピリトゥスに家を建ててくれたという。その家はキューバ出身のタレントシェイラによると 皇帝とのこと。2012年11月6日に、サムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月に第3回 WBC のキューバ代表に選出され、 三大会連続三度目の選出となった。この大会では四番打者を務めた。2014年4月19日に読売ジャイアンツがセペダの入団について、キューバ野球連盟及びセペダ本人と合意したと発表した。一年契約で契約金は5000万円、年俸1億5000万円。背番号は23。キューバ政府が現役選手に、 NPB 席を容認した第1号選手となった。5月12日に来日し入団会見を行った。日本に行く前に受けたインタビューでは、日本に行くのは金のためではない。最高のプレイヤーになりたい。キューバ代表での名誉は金では得られない。私は金で動く選手ではないと必要に続く金目当てではないかとの質問を一周している。 5月15日の対東京ヤクルトスワローズ戦でいきなり4番左翼手で初出場。初打席は初回にし一塁の場面で2ゴロに終わったが3回の第2打席で初安打初打点となる敵時打を記録した。しかしこれ以降は他のキューバからの日本移籍選手とは違い不審に苦しみ8月22日の中日戦での打席でスイングをした際に 右ヒーちの違和感を感じ翌日出場選手登録を抹消された。レギュラーシーズンで復帰することはなくこの年は52試合で打率194、6本塁打という成績に終わった。CS ファイナルシリーズで復帰を果たしたが、初戦で4点ビハインドの7回に、安倍晋之助が、ソロ本塁打を打ち、それから3連打で、虫満塁の後期となり片岡治さむ大の代打で、 登場するも閉札打に終わり反撃ムードに水を刺した。第3戦でも8回西1.2塁のチャンスに、代打で出るもレフトフライに倒れた。第4戦では9回に、代打で登場し、抑えの後のボルカンから本塁打を放った。これで CS では3打数1アンダ 1HR で打率333を記録したものの、この本塁打は6点リードされた場面であったため、 試合を動かすまでに至らず、チームは敗退した。12月24日、背番号が、ホセロペスが着用していた後に変更されたことが発表された。キューバ国内リーグでは、前期は、ガジョスでサンクティスピリトゥス、後期は、カサドレスでアルテミサの一員として活躍した。2015年2月に行われた、カリビアンシリーズでは、ペゲーロスで、ピナールデルリオのスケットとして参加し、 MVP を受賞した。このため2月19日になって来日したが、3月25日に開幕を一軍で迎えることとなった。しかし、開幕から25打席も安打と、打撃不振で4月20日に登録抹消された。その後、6月12日に昇格するも、千葉ロッテマリーンズ戦で、内野ゴロでなんとか初打点をマークしただけで、その後再び抹消された。 7月には、パンアメリカン競技大会に、キューバ代表で出場。NPB レギュラーシーズンでは、最終的に巨人史上初の打率0割でシーズンを終え、12月2日に自由契約となったことが、公示された。巨人退団後は、フレディアルバレスやミデル・ライラと共に2015年から2016年の、コロンビアウィンターリーグに派遣されることが発表された。 しかし右膝の半月板故障が判明して、手術を受け、さらに右肘一の人体断裂も判明し、トミー・ジョン手術も受け、コロンビアでは2試合の出場に終わった。2016年から2017年シーズンから国内リーグに復帰。2018年8月からメキシカンリーグのティフアナブルズに派遣された。2019年から2020年シーズンには、 国内リーグ史上10人目となる通算300本塁打を達成。特有の柔らかさとパワーを兼ね備えたスイッチヒッター。2009年の第2回 WBC での打撃は、大リーグのスカウトの注目を集め、誕生日が近いマーク、テシーラと同等との評価を与えるスカウトもいた。選球眼に定評があり非常に支給が多く、来日直前のシーズンではシーズン八十安打に対し、 100式を記録。打率は292に対し出塁率はリーグトップの484を記録した。来日後の2014年もシーズン打率は194と低調であったが、出塁率は333とチームメイトの村田修一や片岡、お侍を上回った。翌2015年シーズンも21打数、ノーヒットながら、出塁率は 250を残している。キューバ時代は通算5054打席で531三振と三振が少ない打者であったが、日本では変化球攻めに苦しみ、160打席で44三振を記録した。キューバ国内リーグでは指名打者としての出場が多かったが、巨人では左翼手として起用する構想となった。真面目な姿勢はあるが、守備力は高くない。 本来は右利きだが、6歳の時に父親の指導で両ちの練習を始めた。2014年オフに母国に帰国した際に、巨人の選手から野球道具を母国の選手にプレゼントしている。日本球界時代は二軍落ちを期した後も、真面目に練習をこなし、私生活も庶民的で自炊を好んだことから、人間性は高く評価された。日本球界。 ありがとうございます。